本日ゲストのにきさんでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。もとってもすごい可愛くて、私も大ファンなんですけれども。ありがとうございます。ちょっとあの感想、収録の感想を聞いてみたいと思います。楽しい番組だったなっていう印象です。ありがとうございます。普段あのインスタとか SNS では拝見できないようなにきさんのなんか可愛らしさだったりとか、普段ちょっとギャップの一面も見えたりして、あんまりお話しする機会ないのでなかったので、はい、嬉しかったです。 ハウスですとか今日好きなどいろんな恋愛リアリティ番組に出演されてきた仁木さんですけれども今まで思い出に残ってるシーンとかがあればテラサハウス出てたのは8年前になるのでシーンは覚えてないんですけどとにかくみんな仲良くて毎日楽しかったなという思い出で出てる側から次今日好きで MC という立場にならして出演者て。 側の気持ちも分かったので、はい、複雑な思いもあります、ね。<laughs> でも、すごいね、うん、もう、やっぱり、大人気な番組で私も、私。ね、はい、うん、もう、ずっと拝見させていただいてました。<laughs> はい、番組で、インタビュアーのオーディションを開催しているんですけれども。はいうん 今まであのオーディションでなんか苦い思い出とかあったかもしれないんですが、うん、今後オーディションに参加する方に向けてなんかアドバイスとかがあれば。うん、とにかく自分に自信を持って受けるっていうのが大事かなと思いますね。 さとか気持ちがやっぱ顔に出ちゃうと思うので、はい、うそのオーディションの本番だけは、はい、とにかく自分最強って思って受けるのがいいかなと思います <laughs>、はい、なるほど、うん、いいアドバイスいただきました <laughs> 皆さんぜひ参考にしてください <laughs>、はい、と今後何か美希さん自身に目標とかやりたいことがあればうん、うん そうですねやっぱり海外行くの好きなので、はい、海外に行けるお仕事を増やしたいなっていうのと、はい、まあおしゃべりも好きなので、うん、今までなかなか機会なかったので、はい、まあお話するお仕事もできたらなと思っています、はい、ぜひあのいろんなクライアント様うん、うん、見てくださってると思うので <laughs> よろしくお願いいたします <laughs> 最後にですね告知をぜひお願いいたします、はい、ミキーサード写真集スローモーションが10月15日に発売されました お誕生日の日です、ね。そうなんです。お誕生日二十八歳になった日に発売させていただきましたね。ねますますお綺麗になった美樹さんの魅力が詰まってますよね。うんはい、だと思います <laughs>、はい。ぜひ皆さん手に取って、うん、あの買ってください。はい、いぜひ見てください。いたします。